一つのパークがちょっとできてきたんで流しましょう。まあ流すって言っても俺流すほどの技ないんだけどね。リグちゃん、とっておきのです。あんちゃんよ。日本目行っちゃう？行っちゃうっすか？ Yes. 先生に銭湯のことなんです。流行るよ。面白いよ。めっちゃおもろい。あと上手い人についていくと速度感が分かる。あ、速度感分かりやすい。これレッスン入った方がいいよ。レッスン入って、ね、結構ね、ついてくの大事で、あと例えばスピンやるときとかも、うん、ライン取りとかのタイミングとかポジションっていうのは結構、ね、ついていかないと分からん。いやそうなの、そうなの。スクローバーパークもめっちゃ滑りやすい。てかパークすげえ滑りやすいんだね。ね、 R とかがすごいナチュラルにこう、うん、上に射角を上げててくれるから、ね、すごい飛びやすい。そう、ちゃんと飛びつけるとこさ、遅くなったらピーだよ。いいですよ。ここです。パークとかもういろんな先生やってるんで、はい、下取りとかもやってるんで、はい、ぜひスクール入ってか、はい、俺がスクールしてほしい。この後ちょっといろいろちょっと教えて。リグちゃん、はい、まずはライン取りとポジションからしっかりやってみて。わかりました。いきましょう、はい、じゃあ最後に締めの方お願いしてもよろしいでしょうか。ちょっとね、今の流れで言うと、はい、トーン的にね結構小さめにいってたので、はい、その流れでいこうかな。はい、ステイバーティー風が怖いですね。ちょっと風怖いですね。